こんにちは、よもぎです。本日はストーリークリア前からもらえちゃう重ね着アスールシリーズの紹介と着回しコーデもいくつか紹介していきたいと思います。とっても可愛いのでおすすめです。それでは早速ゴー。よろしく頼むぞ。はい、ではまずこちらの入手方法なんですけれども、マスターランク集会所クエスト星5のこちらのクエスト、状態異常がもたらす影響の研究、こちらのクエストをクリアするだけで OK です。で、こちらをクリアすると重ね着ボックス、もう自分のアイテムボックスの中の重ね着のところに一式入っています。マスターランクの重ね着の作成がストーリークリア後からしかできない、プラス作るのがね結構大変で苦労しているので、これはありがたい。もうこれこのままでも十分すぎるぐらい可愛い。ポイントはやっぱりへそ出しの部分ですかね。あんまり他の防具にはないところだし、カラー変更も全体的にできるのでいろいろ使えそう。こうやっていろんな色に変えれますね。頭もカツラなのかな、これ。髪の毛ごと変えられちゃいますね。はい、それではここから着回しコーデをいくつか紹介していきたいと思います。まずはこちら、よそ行き風おしゃれコーデです。これは狩りに行くとは思えないほどおしゃれ。このコーデはライズの重ね着のみ使用しておりますが、次からはマスターランクの重ね着も使っておりますのでご注意ください。頭と腕がブナハシリーズで、胴と足がフルドレスシリーズを組み合わせております。色味はブナハシリーズに合わせてベースの色を使いつつ、縁取りは金色にしてフルドレスシリーズとも合わせております。露出少なめだけどおへそが出てて可愛い。はい、お次はこちら、アイドル風セーラーコーデです。セーラーシリーズを組み合わせてちょっとアイドル風な可愛い感じのコーデを作ってみました。本当にこういう衣装ありそう。デザイン性がすごい高いよね。頭と足をセーラーシリーズに変えています。色もベースの色を活かしつつ、締め色に赤を使って可愛い感じにしてみました。このバランスが絶妙。はい、お次はこちらです。テーマは女提督って感じ。ちょっとさっきとは反対にかっこいい系を目指して作ってみました。かっこいいの中にもセクシーさを忘れずにというコーデです。詳細はこちらです。頭と腕がバルバニアシリーズ、こちらはマスターランクで新しく追加されている重ね着です。腰もマスターランクの重ね着です。で、足がブロッサムブーツ、これはライズのイベクエでもらえるチケットで作れる重ね着です。腰をロングにしたので足をちょっと露出多めにしてみました。色味も今回はガラッと変えてみまして、かわいいね。で、ちょっとゴールド、縁をゴールドっぽくして高貴な感じをイメージしてみました。はい、お次はこちらです。これはね、どこぞやの受付嬢さんをちょっとイメージして作ってみました。この頭をね、ちょっと使いたかったので、ミニスカートと合わせて作ってみました。やっぱ太ももは正義。はい、詳細はこちらです。エコールフード、アスールジャケット、バルバニアクラブ、サージュコイル、エコールブーツです。頭と足がエコールシリーズですね。今回は全部マスターランクの重ね着を使っております。この下だけフレームとメガネにこの紐ついてるやつ、これがなんかいいよね。知的な感じで憧れます。かわいい。色は何でも良さそうです。ピンクとかにしても女の子っぽくて可愛いと思います。メガネかけてて一見控えめに見えそうなんだけど、がっつり太もも出してますっていう、このギャップですよ。はい、以上着回しコーデの紹介でした。
少しでもどなたかの参考になれれば嬉しいです。次はね、みんな大好きセイラーソックスで着回しコーデを作りたいなと今思ってせこせこ作成中ですので、よかったらまた遊びに来てください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またねー。